ため口とは対等な関係において使われる話し方です。例えば、ありがとう、ごめんね、いいよ、うん、などがあります。敬語とは敬意などの気持ちを表す丁寧な話し方です。例えば、ありがとうございます。 ごめんなさい。わかりました。はい。などがあります。話す相手との親しさや関係によって話し方は変わっていきます。ピンク色はタメ口ゾーン、緑色は敬語ゾーンです。真ん中はタメ口を使う場合と敬語を使う場合があります。 例えば、ため口が許される関係には、友達、家族などがいます。敬語で話さないといけない関係には、初対面の人、上司、取引先などがいます。知人、先輩、先生などは、親しさやお互いの関係性によって変わっていきます。最初は、敬語で話していても、 仲良くなり、徐々にため口になっていく場合もあります。基本的に、年上の方や先輩には、敬語を使います。年下だとしても、初対面の場合は、敬語を使うことが望ましいです。仲のいい先輩に、ため口で大丈夫だと言われた場合は、ため口で話しても、問題ない場合が多いです。 敬語とため口の使い分けに明確なルールはありません。そのため、どちらで話すか迷った場合、初対面の人なら敬語を使用しましょう。あなたは道で財布を落としました。財布、落としましたよ。ありがとうございます。 財布を拾ってくれた人は、あなたの知らない人なので、ありがとうございます、と丁寧な言い方で言いましょう。あなたは、道で財布を落としました。財布、落としたよ。ありがとう。 財布を拾ってくれた人は、あなたの友達なので、敬語を使う必要はありません。このように、あなたと相手の関係性によって、言い方は変わっていきます。あ,すあなたは、トイレの場所を教えてもらいました。トイレは、あそこですよ。 ありがとうございます。トイレの場所を教えてくれた人は、あなたの知らない人なので、ありがとうございますと、丁寧な言い方で言いましょう。妹から、プレゼントをもらいました。誕生日おめでとう。 ありがとう。プレゼントをくれた相手は妹、つまり家族なので、敬語を使わなくても大丈夫です。上司からお土産をもらいました。これ、お土産です。 ありがとうございます。いただきます。上司には敬語を使いましょう。ありがとうございますの後に、いただきます、頂戴します、などを添えると、より丁寧な言い方になります。誠にありがとうございます。ありがたく御礼申し上げます。 熱く御礼申し上げます。心より感謝申し上げます。このような言葉は、主にビジネスのメールで用いられます。丁寧な言い方ですが、仲のいい先輩や、仲のいい先生などに送ってしまうと、少し、かしこまりすぎた表現になってしまうので注意しましょう。仲のいい先輩や、仲のいい先生に、 お礼を言う場合は、本当にありがとうございます。何か助けてもらったときは、本当に助かりました。のように表現すると、気持ちも伝わりやすいと思います。ため口でも大丈夫な関係性なら、ありがとう、助かりました。と、ため口、プラス丁寧語をミックスして、使用したりします。 このような言い方は友達にも使うときがあります。待ち合わせに1時間も遅刻してしまいました。本当にごめんね。次は絶対遅刻しません。自分がかなり遅刻した場合など、真剣に謝りたいときは、 相手が友達だとしても、ため口で謝るだけではなく、丁寧な表現も使うことがあります。こうすることで、より真剣な気持ちを伝えることができます。待ち合わせに5分遅刻してしまいました。ごめんね、お待たせ。 友達との待ち合わせに5分遅刻した場合は、ため口で謝るだけでも大丈夫です。遅刻する時間が長ければ長いほど申し訳ない気持ちも上がります。それに合わせて、謝り方もより丁寧になります。いつもはため口で話している先輩にも、 心からお礼を言いたいときは、本当にありがとうございました。と丁寧な言い方で言うと、より真剣な思いが伝わります。しかし、敬語は丁寧である分、少し距離を感じる言い方でもあります。敬語を使うかどうかは、自分のシチュエーションによって決めましょう。日本語は、 相手との関係性によって言葉の使い方が異なります。難しいですが、使っているうちにだんだんと慣れていくものなので安心してください。敬語のメリットは相手に丁寧な印象を与えられること、自分の真剣な気持ちを伝えやすいこと、 相手と距離を一定に保てることなどがあります。ため口のメリットは、相手との距離を近づけられること、堅苦しくならないこと、会話のテンポが良くなることなどが挙げられます。 相手との関係性で話し方は変わります。しかし、例外もあります。どんなに仲良くなっても、先輩と後輩の関係であれば、ため口を使われたくない人もいます。相手との関係性や、相手の性格を見極めながら、自分でどちらを使うか、決めましょう。